質問は、身近な人に早く死にたいという人がいる、どうしたらいいでしょうかと。ですね、なんで早く死にたいんでしょう。いや、まあ、自分の我に対してそれで理想通りにならないので、それを否定することで一時的になんか上にその時の自分にも前の自分に戻れるような気がするようなことで言ってるのかなと僕は思ってるんですけど、なんで死にたい、早く死にたい、早く死にたい、今の自分を否定して一時的に上に向かって戻ろうとすると、早く死にたい、早く死にたい、なんで早く死にたいんでしょう。早く死にたい、なんで、なんで早く死にたい。それは生きるってことは何、私たちが生きるってことは生きる、何か、そう、生きるってことは生きるってことは死に近づくってことですね。生きるってことは氷満山を登るってことですね。氷満山を登るということは、ね、当然のごとく、ね、年を取ってきたっていうことは自分は氷満山の高いところにいるってことですね、はい、ところが自分のいろんな言動を見て自分っていうのはそんな価値のある人間ではないと感じる、はい、そうすると今日上がった氷満山をこうこうずる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 と下がっていかなければならない、はい、ね、早く死んだらそれだけ氷満山の上の方で死ねる、ね、いや死にたいですよね早く。いや本当に本音だったら、いろいろ来てくれとか、いろいろ自分のそう来てくださいというか、そんな感じのことを言わないはずなんで、うん、本音は知りたい、知りたいわけじゃないと思う。本当にですね、だから氷満山をずるずるずると降りたくないと、ね、つまり価値のある人間だった私が価値のない惨めな状態に落ちたくはないと、こういうふうに思っているから早く死にたいと、はい、ね、だからこの人はうすうす分かってるんですね。分かってるってことは、ね、人生っていうのは何、人生とは何、人生とは何、こういうものだと分かってるってことですか。そう、人生っていうのは氷満山を登って氷満山を降りていくだけだったら人生は苦しみ、うん、人生は無意味、はい、無意味な人生だと思いたくないんです、うん、まあ、私はこれをやってきた、これをやってきたってことで いろいろ言いますからね、うん、これやってきた、これやってきた、だから価値があるでしょ、価値がある。でもこれから下がっていくとなったらね、これだけやってきたことが意味がなくなる、ああ、私の人生って無意味なんだなっていうことです。
でもそれを教えてあげなければな、早く死にたい、早く死にたい、早く死にたいね、いうのは自分の人生無意味だと分かりたくない、無意味じゃないんだ、無意味じゃないんだ、無意味だと分かる前に死にたい。でも本当に死んだらね、それは無意味だっていうことだからね、分かっちゃう時だからやっぱり本当に死にたいわけじゃない。じゃあどうしたらいい、どうしたらいいんでしょう。いや、まあ、本質的な意味、あの生きてる意味を教えたいというところがあるんですけども、うん、どうしたらいい、そういうことは軽くは言ってるんですがどうしたらいい、どうしたらいい、今は心は残るのでっていう話をしてるんですけど、それはね、人生は無意味だということを教えてあげるってことです。体で、あ、整理ってことですか。そうです、整理です。整理して残ったものが自分の人生でやってきたことです。整理をしてみたら分かる、何にも何にも残ってないんです、うん、無意味だと教えても それが教えるだけでは意味がないですよね。いや、だから教えるってことは整理をさせて残ったものが人生ですから、自分の当然のことながら、そういうの分かりたくないから反抗する、反抗というかそういうことがしてくると思いますけど、反抗してくるけど、そこにはね、だからその整理をするとね、余計早く死にたい、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 早く死にたいって言うんですね。その時にはそんなことないよ、生きててほしいよって言うんですね。あなたは、私にとってあなたは大事だから生きててほしいよと、それでも言うんです、死にたい、なんでかもう本当に坂道を転げ落ちるように価値がなくなっていくことが怖いんです。どっかで価値がなくなっていく未来を受け入れないといけない。受け入れるまでは死にたい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 って言うんです、うん、まあ、仕方がないことなんだよという感じでは、そう、みんな誰もがそうなんだよと。そうそうそう、あれと愛したいんだろうか、そんな大きなあのことやった人でもそうなるんだから仕方ないことですよという言い方はしてるんですけど、うん、いや、そのそうじゃなくて、仕方ないことですよではなくて、生きててほしいよ、うん、生きててほしいもうね、その結局価値にとらわれるのは、うん、ね、自分の元からみんないなくなると思ってるからです。だから、いや、そんなことないよ、私はそばにいてあげるよって言ってあげたらいいわけです。まあ、強調してないですから言ってはいますけどね、うん、はい、それでこう、そばにいてあげるよ、そばにいてあげるから生きてね、そばにいてあげるから生きてね、それでも死にたいって言うんです。だってもう崩れていってるから、いろんなものが、うん、でも崩れる、ああ人生って本当にそうやなね、お釈迦様は人生無意味だってね、十二因縁の中に教えられてるけどね、本当に無意味なんだなと、うん、その相手の姿を通してね、まざまざと見ていくことが大事なんです。しかも無意味だと感じてるのはその人自身なんです。今僕の立場の話をするか、母の近くの人の立場の話をするか、その近くの立場です、まあ、近くの立場がその人自身が、はい、いわゆる死にたいっていうほどもう認めたくない事実があるわけ。一生懸命生きてきたのにね、はい、この人生が無意味に変わっていくその過程をね通ってるわけですよ。その京満山を登っていって京満山を降りていってるわけです。
その降りていくことが苦しいわけですよ。だから認めたくないんです。まあ、それを何ていうか、自分そういう自分を許してあげてねっていう言い方よりも、あなたが私にとって必要ですよっていうこと。そうそうそう、あなたが私にとって必要ですよ、うん、私がそばにいるから、だからね、だから生きててほしいって言うしかないんです、うん、もうね、死にたいっていう人ほどね、死ねないですから、自殺しないですから。そう思ってます。死にたい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 っていうのはね、あのジェットコースターでこうね、カタ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 って上がっていて、いよいよ降りていくときに、うわーって言ってるのと一緒ですから、うわー、あー、落ちる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 っていうのが、死にたい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 って言ってるのと一緒ですから。ちょっとその状態だと僕もやめてこい。ジェットコースターでこう降りていって、わー、落ちる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 とかって言う。それ楽しい意味になっちゃうんですけど。いやいやいや、それで落ちていくことが本当に認めたくないんです。うん、それは認めたくないっていうのをプンプン感じるんですけど、でもそれを認めさせてあげ、まあ人生無意味だっていうことを認めさせてあげなくちゃいけないと。無意味を認めさせた上で、うん、それを認めさせることで何が意味するのかというと、まあ、自分がた支えますよと、うん、あなたを支えてきますよということで安心させれば、まあ、同時同じことになってくると思うんですけど、意味を認められるようになってくると思うんですけど、はい、それをさせる意味が何、それは無意味だっていうことが分かれば、はい、ね、死ねなくなるんです。今でも十分死ぬ気はないと思うんですけど。いや、だから死ねなくなるっていうのは、はい、その残された時間を意味のあることに使いたくなるんです。はいはい、初めてね、無意味だって分かったら文法を聞きたくなるんです。うん、じゃあ意味のあることってあるのってなるわけですよ。うん、ね、だからこうさっぱり無意味なんだってなったらね、無意味のまま終わりたいとは思わないからね。うんうん、だからどっかで無意味だってことを受け入れて、降りていくことを受け入れられるようになったらね、ね、その人に対して、いや、意味のあることがあるんだよと、それは私の心は死んだら残っていくんだ、その心に対する種まきはずっと続いていくんだよっていうことを教えてあげたらいいと思うんです。まあ、今はもう教えてはいるんですが、それはそっちが受け入れられてないから、そうそうそう、無意味だと思いたくないから。あ、これを一回受け入れさせてから、意味のあることがあるんだと、それは心の問題なんだっていうことを教えていく必要があると思いますね。うん、今やっぱり今日も山にこじりついてるというか、そう、かじりついてるというか、まあ、そういう感じだから、はい、なかなか心の方に向かないという感じなんです。はい、自分がとりあえずあなたが大事な存在を支えますということを強調していくと、はい、受け入れさせていくということですね。はい、分かっていただけたでしょうか。